シックスホールだと出足が勝負になるので、サーブ持ってる方はどのサーブで出していくか、相手が待ってないサーブは何かっていうのをしっかり考えながらいくと思います、はい、ただこの最終ゲームはご覧のように、そのままもし1点オールになればジュースになって、2点差がつくまで、試合は続くということになりますが、さあ思い切って長いサーブでいくか、シックスオール、お動きながら森園ロングサービス、ロングサービスいきました。今ちょっとアップでしたね。そうです、上回転かけました。ラケットがちょっと上にクッて上がってるんで、ああなるほど、見てみましょう。見てください、ちょっと伸びるサーブなんですよね。なのでさっきまでと横、普通の横回転とちょっと違うサーブ、あれだけでもラケットの角度がずれちゃうので、ああやってミスを誘えるんですね。最後の最後まで取っといたのかな、森園君が。さあ、去年はとにかく T リーグでも、素晴らしい活躍を見せた張本、チームを優勝に導いた、そのもう断然のエースという形でした。まあ、T リーグについて言えば、女子は早田ひなちゃん、そして男子はやはりこの張本というね形でした。もう一度、ミサイの力も大きかったんですが、さあ、嬉しいですよね、10代がそうやって活躍するのは、卓球界も。まだ、まあ、東京オリンピックはありますけど、はい、その東京オリンピックの後も大事ですから、そういうことですね、まあ、そういった選手がいるということは非常に卓球界にとって嬉しいことです。はい、さあもう一本サーブを何時出すかですね。いいですね、もう一本今の伸びるサーブを出しても面白いかもしれない、はい、勝負かけて、はい、相手もやっぱちょっと緊張してますからね。相手例えば伸びるサーブが来たら、これカウンターのドライブで打ち返すということも、上からそうですね、ということですよね。ただ張本君は結構前に構えているので、伸びてくるボールに詰まる可能性もありますからね。なるほど、どうするか。ああ、ちょっと回転変えましたね、また、まあ、いいサーブですね。ああ、回転で取ったポイントという感じですか。さっきはラケットが上にキュッて上がって、上回転だったんですけども、今はちょっと横系ですよね。これ横ですよね、普通の回転ですもんね。たださっきとコースがちょっと違って、真ん中の方に食い込んでくるさ、これは張本のポイント、あれをゆっくり返せればいいんですけどね、森田君ね、あそこ勝負いっちゃうと変化に引っかかってミスっちゃうんで、ね、4球目がネットでアウト。さあ張本のサーブ、セブンエイトです。チキータ、おお、面白い。これは判定があるかな。エイトのチャレンジは、チャレンジするでしょうね。え、ここに一番大事なところですか。リプレイチャレンジがあります。リプレイ、リプレイ、岡山ディフェンスからよかったですね、はい、リプレイ検証がありましたので検証します。この試合、それから女子の開幕戦、そして最後の試合で、しかもファイナルの試合、ちょっと今聞いてみましょう、にリプレイチャレンジが、あります。まあ、全ての試合に採用適用されるわけではなくて、今年ある意味その意味ではちょっとこう試験的にといいますか ね、そういうところではあるんですが、見てみましょう。お、これですね、今サイドかエッジかというところなんですが、いや、これだけではちょっと見づらいな。確かに微妙なところではありますけれどもね。これリプレイチャレンジして、また相手側が判定が変わったら、また反対側がリプレイチャレンジでできるんですか。あ、それはもう一回このプレーについてはもうできないですよね。このプレーについてはちょっとエッジっぽいですね。エッジかな。これ判定する人も難しいな。難しいですね。検証の結果、判定通り8オール、8オールとなりました。やはり8ということですね、入っていたということであります。まあ、確かに我々一般に下に落ちたボールは横に当たっていることが多いサイドだということはよく言いますけれども、今のように、まあ、リプレイの結果でも分かるようにエッジに当たってああいうふうに下に落ちるケースももちろんあるということですね。エイトオールです。森園のサーブ、アウト、逆転です。張本が1ポイントリード。
狙いは悪くなかったんですけどね、カウンターちょっと力入っちゃったかなですね。力入るとやはりボールを抑え気味になってしまうんですか。そうですね、体のバランスも崩しちゃいますからね、体勢を。おお、これはオーバーです。さあ、ナインオール、まあ、よく卓球はナインオールからって言いますけれども、まあ、その場合は 0-0 から始まってのナインオールなんでしょうけれども、ね、まあ、6-6 からスタートしての今ナインオール。森園も何かセルフトークをしています。でこの表情。さあ、フリックは失敗。さあ、マッチポイントは森園。いいですね、今日調子悪いところついてますよね、森園君も。ここ今日はあんまり入ってないから、このゲームは入ってましたけど、さっきのゲームは。張本のサーブです。張本が敗れました。ゲームカウント3-2、森園が勝ちました。これで広島マイスター東京と岡山リベンツは2-2となりまして、開幕戦にしては面白くなってますね。延長戦といいますか、逃げ入る形になりました。さあ、このリップのマッチは誰が出るのか。まあ、水谷じゃないですかね。それでは日本リベンジのルールと説明です。まもなく